舞鶴市長の畳良三です。6月28日から公務に復帰いたしました。4月4日公務中に倒れて以降、市民の皆様、各界各方面にご心配とご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げますとともに、これまで早期の回復復帰を願って、全国各地から本当に多くの応援、励まし、お見舞いの言葉を寄せていただきましたことに対しまして、改めて心から感謝申し上げます。おかげさまで後遺症もなく元気に公務復帰することができました。これも倒れた直後からの蘇生措置、処置、救急搬送、そして万全の体制で対応いただいた舞鶴医療センター医師による緊急手術、術後の管理、リハビリなど、多くの皆さんの適切な対応と懸命な支え、また皆様からの頑張れ、負けるなといった励ましの言葉のおかげであり、重ねて厚く感謝申し上げます。今後、このいただいた命を大切にし、市政の推進に一層邁進してまいりますので、変わらぬお力添えを賜りますようお願い申し上げます。また、地域の行事やイベントなどにも積極的に参加してまいりますので、皆様とお会いできることを楽しみにしています。